ジョナサン・ゴーブルは、アメリカ北部バプテストの宣教師、聖書販売人、軍人。父がショム・ゴーブル、母、エミーの三男三女の第一子、長男として、アメリカ合衆国ニューヨーク州、スチューベン・グンウェイン村に生まれる。11歳の時に、父が死去し、数年後に、母が再婚した後、祖父ジョナサンの元に残された。その後、荒れた生活となり、 1846年には、強盗未遂罪で、刑務所に入りに年間服役した。1847年、獄中で改審し、1848年に出所した後に、故郷のバプテスト教会でバプテスマを受けた。1851年、ペリー艦隊の乗員募集に応募し、アメリカ海兵隊員となる。ミシシッピ号に乗り込み、琉球、浦賀、横浜、下田、 函館に上陸。琉球でベッテルハイムと出会い、日本でのキリスト教伝道の志を与えられた。1854年、ミシシッピ号で帰国した際に漂流民センタロウと同乗。1855年10月、ニューヨーク州マデイソン郡ハミルトン村のマディソン学園中東部にセンタロウと共に入学。1856年4月14日、 エリザ・ウィックスと結婚したため、学則により退学し、後長校生として復学。1858年より、アメリカバプテスト自由伝道協会に対して、自分を宣教師として派遣するよう働きかけを始めた。1859年5月、アブフムズ第16回総会で、日本派遣宣教師に任命された。ただし、定まった給与はなくすべて寄付金だけで賄う。 自給宣教師であった。1860年4月ゴーブル夫妻、センタローと共に、神奈川に到着。J.C. ヘボン、S.R. ブラウンが住んでいた、ジ仏寺の庭に小屋を建てて住む。1861年11月11日、ジェームス・ハミルトンバラ宣教師、神奈川に到着。ジ仏寺に入居する。1862年ゴーブル一家居留地110番に、移る。 センタローは成仏寺に残り、JH バラの使用人となる。1864年1月幕府より、居留地167番の土地が、SR ブラウンと JH バラに、外人礼拝所建築敷地として家フされる。1868年12月ゴーブル、居留地167番に小街道を建築。JH バラ、一時帰国。1869年4月ゴーブル、 山手48番に、バラ邸を建築。1870年11月25日、j h バラ一家、帰日。1871年11月28日から12月5日小街道と、j h バラ邸の建築と管理の費用をめぐり、j h バラと、領事裁判。ゴーブルが勝訴。1871年12月13日ゴーブル。 岩倉施設団の船に同船して帰国。ありがとうございます。